もちろん。さあということで今日は思いついた、はい、前メンズクリアさんで脱毛のエステ行ったじゃん。はい、行きましたね。でもよ980円やろ。サッさんが行ってなんかキャンペーンで全国でめちゃめちゃ安いですね。はい、安すぎるやろ。正直さ、どんなことやってくれるか俺分からんやん。だってやってもらったけど、袴さんが適当にやってるやつもあるから、どっからどこまでが本当でどっからどっかまでドッキリで、どこまでどこまでが本ちゃんで、はい、で980円でどんなことしてくれるか分からんやん。実際分からないですね。だからそうなったらよ、やっぱ俺はおすすめしてるっていうのもあるから、今回は黙って潜入捜査するか。実際でもカメラがあったから説もあるあるよな、ね、はい、今回は佐々木チャンネル初の潜入捜査しようか。だからよ、一歩間違ったら放送できないそうですね、さすがにな、はい、じゃあ僕が予約を予約して、まあ、いつ撮れるか分かんないじゃん、はい、だそこ俺の仕事の都合上もあるから、予約取れる時で行ってみよう。お疲れ様です。カナさん、はい、またまたやってきましたよ。この時間がやってきたといえばドッキリだってここに来てくださいって言われて、どこだろうって思って見てたら、メンズクリアでしょまたまたやってました。この時間がもうドッキリでしょ。もうやりましょう今回は潜入調査で来るらしいんですよ。へえ、はい、そこで来てほしいのは、うんうん、モニタリングですよ。私映像見てるだけでいいの？映像見て指示してください、うん、指示？はい、施術してくれる人に指示出すよ。指示を出すんですよ。はい、ちょっと面白い指示出さないとね。考えます。考えましょう。はい、だから1時間後さっさと怒られるらしいんで、うん、先に上がって待っておきましょう。1時間後で準備しましょう。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。本日に担当する板倉でございます。よろしくお願いします。今このパソコンとテレビ電話でつながってるんですよ、はい、なので私がこのイヤホンしていただいて、で私はここから指示を出します。なので、はい、私が何とかしてくださいって言ったら指示通りにメンズやっていただけたらなと。はい、わかりました。もしもし聞こえますか？はい、大丈夫です。あ、イヤホンちゃんと OK です。じゃあ私はここから見ておりますので、はい、はい、お願いします。お疲れ様です。この日が来ましたよ。ここだね。はい、やっぱ前回は新宿行ったから、はい、やっぱ同じ店舗だったらバレるじゃん。はい、だから今回は池袋西口店。西口店ね。ここです。7階メンズクリア西口店。いいですね。来てここから、はい、潜入よ。潜入です。面白い。でも980円でどこまでやってくれるんだろうな。前回なんか変なドッキリみたいな感じだったから、はい、今回ちゃんとやってもらえる。しっかり、うん、しっかりやってもらっちゃえる。で、サッサにカメラを仕掛けてもらいたいので、うん、こちら用意しました。オッケー、はい、潜入ね。潜入これを持ってこの中にカメラ入れてもらって、入れてて、はい、こうやって持っていってぽいね、ぽいね。でもこうやってくれたらヒゲもめんどくさいしな。まあ、知ってる？これヒゲ剃りミスってここ、あ、こっちこっち出せてますね。知ってる？ヒゲ剃りミスってお前ここ血出てもう煩わしいね、毎日こんなことも起きるし、しかも脱毛してくれたら毎日ヒゲ剃りしてるのもいいから一石二鳥や。めっちゃいいです、めっちゃいいな。いい企画です、ね、いい企画いい企画じゃあまた感想を書いてきた。そうだ、じゃあ俺だけ行ってくるから待ってて。僕これでも10分15分ぐらいで戻ってきますもんね。うん、なんか早いらしいから、はい、そんなんやもう一緒に行ったらお前潜入なんで。そうですね、うん、OK です。じゃあ行ってきてください。はい、消毒し終わったら鼻の中にちょっとコットン入れてください。じゃあ苦しいんで片方の鼻でいいですね。めっちゃ面白い片方の鼻で続いてお顔にジェル塗ってまいります。片方に詰めるんですか？
そうですね、お前ちょっと右側の方から施術してまいりますので。はい、そうでございます。なんかひんやりして気持ちいいっすよね。はい、ありがとうございます。こちらのジェル、ヒアルロン酸コラーゲンとアロエエキスが入った美肌効果のあるジェルを使っております。反対側寝るときにコットン入れ替えましょうか。では反対のお顔もジェル塗ってまいりますので、じゃコットン反対側に入れます。ジェル最後、関係ないおでこにも塗りましょう。じゃあちょっとおでこも失礼いたします。気持ちいいですよね。めっちゃ気持ちいいですよ。はい、じゃあおでこもペンペン、ペンペン強めにお願いします。一回ちょっといいですか。はい、大丈夫です。お腹痛いふりして退出してください。すみません、ちょっとお腹痛いので少しだけ部屋をちょっと外させていただきますね。少々お待ちください。じゃあちょっとこのまま何分かな放置してみようと思います。すいません、ん、すいません、すいません。大変お待たせいたしました。大丈夫ですか。はい、すみません、ちょっとスッキリしてきました。いきます、3、2、1。痛みいかがですか。痛みは全くないです。あ、そうですか。なんかひんやり気持ちいいだけですか。はい、ありがとうございます。メンズクリアが自社で開発している男性専用の脱毛器となっておりまして、先端がマイナス4度まで冷却されることによって、どうしてもお痛みって熱から来ている部分があるので、そちらで相殺されて痛みをなるべく緩和させているものでございます。またひんやりするとか痛くないですねって言ったら、あ、ちょっとうるさいですねって言ってください。お痛み大丈夫そうですか。はい、全然。あ、ちょっと危ないので黙っててください。先生は佐々木さんのファンだったんですよね。そうなんですね。はい、すごい現役時代大活躍されてるところを拝見させていただいてたんですけど、最近何されてらっしゃるんですか。解説とかしてるんですよ。あと YouTube とか。競馬のチャンネルですかって聞いてください。あ、 YouTube って競馬のチャンネルですか。競馬の方見てくれてるんですか。レアっすね、逆に。里崎さんってジャイアンツでしたよねって聞いてください。里崎さんってジャイアンツでしたよね。ジャイアンツ行きたかったっすね。誰かと間違えてるのかな。逆に誰ですか。阿部さんですかね。あ、阿部さんですかね。しんどすけ、だってしんどすけ YouTube やってないですよ。どなたにもお痛み大丈夫そうですか。あ、全然。あ、すいません、ちょっと危ないので黙っていただいて。先生、ありがとうございます。お疲れ様でした。こちらで照射が終了でございます。はい、もう終わりですか。はい、あっという間です。結構早いですね。はい、メンズクリアの照射器は照射口の部分が広くて、やっぱり痛みも少ないことによってスピーディーに施術を終わらせることができるんですね。お疲れ様でした。はい、本日のお会計がお顔の全体のご来用で980円でございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。行っていた。どうでした。まあ、施術的なのは前回と同様気持ちよかったし、はい、全く痛さもなかったし、ひんやりいい感じだったんだけど、はい、いや店長ってあの人言ったと思うんだけど、はい、でも対応クソもうこれ流されへんですよ。多分もう取れてると思うけど、はい、なんかまたペチペチ、はい、あれペチペチがあれリア普通なのかな、なんか俺のファンやとかって言ってて、はい、新之助と間違えたとか、なんか意味よう分かれへん、めちゃめちゃ失礼じゃないですか。なんかもう久しぶりにムカついたな人に。ちなみに金額もそうだったんですか。お金払ってきて、ちなみに980円は980円、980円だった、うん、この内容証明書みたいな、はい、だからそこは980円はすごかったし、はい、ひんやりして脱毛のやつも痛くもなかったから、でも施術はいいんやと思う。でも人がクソやねん、場所人これ流してます。ちょっと見ますね。またですか。ちょっと佐藤さん、ここで喋ってるの長すぎません？ずっと外で待ってたのに出てこないからも来ました今。潜入捜査だけど、え、何？知ってます、潜入してたの。まだドッキリ。はい、なんか変じゃなかったですか。いや、それだいぶ変だったよ。だから俺見たから、いるんちゃうと。私ずっとモニタリングしてたんで、うん、一番見てて面白かったのは鼻コット、うん、
あれでしたなと思いませんでした。いや思ったよ、取ったわ自分で。もうめちゃくちゃ面白かった。まだドッキリ、はい、なんだこれ。 俺の潜入捜査じゃん。違います。上に、うん、で、あの話あるらしいんでちょっと戻りましょう。納得できんな。こっちは楽しかったですよ。はい、ということで先生本当にありがとうございました。とんでもないです。どれですか。そうですね、いや本当に私の無理難題を頑張ってやってくれました。先生本当に悪くないんで何も。またそのドッキリ、はい、っていうことは、うん、何かあるんですよね。はい、実は今回も小崎チャンネルをご覧いただいている視聴者の皆様に特別なキャンペーンご用意させていただきました。あるんですか。はい、じゃあもうドッキリかけられた回ありますよね。まあ見てくださってる方にっていうことですかね。何ですか今回は。通常税込み2万5200円の当然体のトライアルなんですけれども、はい、はい、今回 96% オフの税込み980円で、はい、トライアルを行わせていただきます。また、はい、また新たなキャンペーンってことですよね。はい、それでございます。980円、はい、いいんですか。全国の各店舗の先着30名様限定という形で行わせていただきます。いや、それはもう絶対行った方がいいですよ。一回試してみてね。いや、痛くなかったし、はい、めっちゃひんやりして気持ちいいし、うん、で、すぐ終わったから、はい、だから行きやすいと思うんですよ。なんと今回、さらなるキャンペーンがあるということで。まだあるの。はい、今回の脱毛トライアル受けていただいた方に特別にメンズクリアが開発しているオールインワンゲル一つ皆様に差し上げるプレゼント、はい、させていただきます。前回よりさらに、はい、さらにお得で、はあ、まあこれを聞くとね、はい、本当にドッキリかけられてちょっとムッとしたところもありましたけども、まあまあ許せますよ。でもね、本当に すいませんね。ありがとうございます、ご協力。でもぜひね、はい、皆さんね、ちょっと概要欄から見ていただいて、このね、キャンペーン、なんか前回も聞いたところによると、はい、大反響だったらしいんで、そうらしいです、ね、はい、皆さんもね、ぜひお早めに忘れることなくね、うん、はい、ちょっと予約してもらいたいですね。うん、そうですね、はい、皆さんぜひ概要欄の方チェックしてみてください。はい、先生どうも今回は無理なんで言ってありがとうございました。いえ、とんでもないです。ありがとうございました。ありがとうございました。